はいここはもうスタートけ成なん,だんですけどやっぱりね、はい、あの王者の風格というか村上選手と、えー、三谷選手が前を、ね、ア,イアイコンタクトでね、まあ、前で行くぞって感じでね村上選手がアイコンタクト送りましたけどねはい、はい、ここでもう近畿勢、えー、三谷選手、村上選手が前でそこにつく稲村選手ですよね。ここ本線の,さっきあの 中野さんに聞いたんですけれども、はい、1一番ってなかなか内訳ですから取りやすいところなんですけど、はい、このバンクはちょっと坂があるので1番取りづらいって、うん、なんで他のまあ同じチームの中でいたら他の人が取りに行くこともあるよって言ってたんですけど、はい、ここはわざわざ村上さんが取りに行ってるんですもんね。そそん、ね、気を使ってるでですかで今そうですか、ね、今今うねははここはまだあのスロース そうじゃないですか、みんな1を取りに行ったわけじゃないので、スタートがなんていうんですかね、あの S を取りに行った時は外の選手がやっぱり有利なので、うん、外の選手に頼るんですけど、今はみんな取りに行かなかったので、まあ、村上選手が、三谷選手も困ってたと思うんですよ、スタートで、<あ>どうするのかなって。で,、ね、で村上選手を見たら、えー、いいぞ前でってことで、アイコンタクトで。それでアイコンタクトっておっしゃったんですね。そう,そうですね、それで前に行ったってことですよね。昨日みたいなスタート形成があるとやっぱりね、うん、やっぱその辺の責任感とかあるので、やっぱり王者のね、SQS 反の 選手ですから前行きましたよね,ね、はい、でそこにつける8番に稲村選手で近畿勢に稲村選手ですね、7、1、8番、その後ろに5番の新山選手、成田和也選手、東北ラインですね、5番、2番の慣れびですよね、新山選手の先行も気になりますよね、その真後ろにねやはり竹内選手がついてるんですけど、新山選手の後ろにいることによって少し有利ですよね、新山選手の動きを見て叩きいけばいいことですから、まあ、ここはまあ新山選手の後ろでまず良かったんじゃないですかね。 でまず、えー、後ろの鳥取選手が抑えてましたよね、はい、これに竹内選手がついていってスピードをもらってかまし先行したいんですけど、ここで慣れた選手が上手いんですよね、しっかりはここで竹内選手、1回ブロックしてプレッシャーを与えて、ね、ああの牽制もしてるんですけど、はい、ここで4番の井上雅樹選手が離れてしまったことによって、新山選手、一試合前になったんで仕掛けやすくなりましたよね、でもここまだ2周半なんですよ、まだはい、ここは本当はジャンのところのはずなんですよ、<laughs> このスピードはね、本来の競輪ならば。はい それがだからこの友仁親王杯のレベルの高いところでここでまず初めて2周なんですよね、そこでね三谷選手がまた仕掛けていくんですけど、村上選手、稲村選手につけているので、行くんですけど、新山選手のスピードにちょっとここは一回休もうかな、竹内選手、一回沈めたんですけど、竹内選手もここでねアクシデントあったんですけど、あれバンクが逆になって逆関東、ね、逆カントで自転車が転んでしまったんですけど、ここでまだねあの回復させてますよね、7番の三谷選手はね、ここで呼吸を整えて、もう一回いかなきゃいけないってことがあるので、もう一仕事、こ,こで頑張りますよね。稲村選 これまた行くのかよって感じでちょっと苦しかったんですけどなんとか後ろからまくってくる香川選手に乗り換えて引っ張られる感じでね稲村選手も4着まなんとか来たんですけどここは三谷選手、日のうのレースを払拭するような村上選手のワンツーでねお見事ですよね、あれだけ足を2周半から使ってさらに最終バックからまくり上げていく三谷選手は本当に SKS 半のね日本一の選手ですよね。お見事ででしたねちょっっと振り返ていいすか番の竹内選手がが上 ていく時に一緒に新山選手も上がっていって、はい、で成田さんがトンってこうアクションを起こしたじゃないですか、はい、あれで追い,出し行くよ追い出しをかけるみたいなことをおっしゃったんですけども、はい、あれでどういうプレッシャーをかけるっていうことなんですか成田は本当はあそこは竹内が横に来たので竹内のことをブロックして新山を先に行かせて。はい 山を先に行かせて竹内を行かせて3番手を山に取らせようと思ってましたねあそういういその動きが竹、ね、内が先に行ってしまって新山が引いてきてしまったので、はい、あの展開になってしまったんですけど、はい、運よく、そこで井上まさきが離れたことによって井上雅紀がごちゃごちゃになったのでちょっと危ねえなと思ってちょっと避けたと思うんですよ、そのときを利用して新山が一社前竹内の真後ろから行くことになったので、うん、だからたそうよからったですよ成田の動きによってその結果が生まれたので成田のアシストっていうのは良かったです、今ね。なるほど、はい 大追い込み選手の技術っていうのもやっぱり見てもらうと、うん、競輪ってやっぱり一人一人が小技を出して、うん、あのアシストしてるんだなってところ見えますよね。